そんな大きいの小僧だね。入った。あ、本当だ。寒いからかな。思ったよりちっちゃいね。ね。ゾウってあんなでっかいうんこするんだもん。かわいそうだね。なんで後に生まれてるの？こういう人だからね。昔戦争の時にほら、ゾウがほら暴れたりしたらいかんから殺されたんだ、知ってる？そのとき撮ってるから、あれって言うんだ。そうだけど、そば持ってたら、あれね、でっかいお店だ。
ゾウさんが当選する。誰がじゃあこれ。八郎さんだね。お住まいじゃん。さよく見えていいよ。キツネ。ってかね、私の知る限り、昨日も今日も一回も出てない。そうそう。昨日はね、ダイナミックで調理してたし、もうガガ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 って。昨日はね、とてもね、うるさい一日だった。もうすぐ当たんないね。もう最近ほんと20回に1回とか1ヶ月に1回とか。そうなんだね。そうそう、なんか1ヶ月ぐらいいらっしゃらないって時あったけど、その前って頻繁にやってて、幻だったのかなと思って。なんかちょうどね、うちの母が1ヶ月前に入院しちゃったのね。それで、ね、またまた忙しくなっちゃって。それは無理だね。でもなんか今月退院になるのが経ったから、またちょっと来始めちゃおうかなと思って。まあね、あの気分転換ね、いろいろね。泊まるのがさ、泊まってたら、準備と一緒に来たことはあるけど、そうそうそう。
十分大きいね、子供。なんか相当すごいんじゃない、狭いわな、ゾウ。こんな感じ。